お元気さまです。えー、頭が良くなる自習室、久留米自習室の平です。えー、っとですね、えーまあタイトルにありますように、まあ、ちょっと昨日のやつだとお少しガクッと下がるような感じで終わっちゃったのでですね、まあ、ちょっと今日は上げて、えー、簡単にやっておきましょう。はい、ということで、えー、私の教え子で、えー、浪人した時にですね、まあ、山口大学を現役の時に後期試験で合格して、したんだけれどもお、山口大学を蹴って、 で、1年間浪人したら九州大学を受かりましたよっていうような生徒がおりました、うん。だから別に浪人しろって言ってるわけじゃなくって、まあ、もしも浪人するっていうことであるならば、後期試験を受けて、ちゃんと受かって、その上でそこを蹴って合格してる、あの浪人したような生徒の方が強いですよっていうようなことですね。はい。まあ、昨日お話したような生徒と逆です。全く同じ同級生だったんですよ。同じ名前高校の同級生で、えー、一緒に来たあの、一緒に来たっていうかですね、その、 まあもともと山口大学に受かった名前制の方はまあ高校3年生の時に通ってきてるんですね、うん。で、前期試験、まあ当診衛生部校の授業を受けてて、前期試験は9大落ちて、で、えー、後期試験で山口大学に受かったと。理系の子でしたけどね。はいなんだけれども、おもう一人のその昨日ね紹介した、えーまあ どこも全滅状態でね、名前高校を卒業して、全滅状態で浪人して、もう全滅状態だから、もうどうしようもないみたいな感じでね、全く自信が持てないというふうな浪人生活になっちゃったっていう子が、まあ、悲惨な目に遭いましたよっていう話を昨日うちらっと触れたと思うんですけれども、まあ、そういった話だけでやっておくと、ちょっと悲惨なので、えー、まあ一応ですね。 あのなんで後期試験をちゃんと受けろ、受けろっていう,ふうに言ってるかっていうと、そういうふうに後期試験を受けて、ねえー、そこを決定でもして、浪人するっていう子たちっていうのは、大概ですね、あの浪人生活、うまくいくところはあるんですよ。うん、だこれをちゃんとやらないとおいかんと。もう 後期試験のね、えー、山口大学受験とかそういったところを全部蹴ってしまって、もう,もう後期試験は受けない、もう浪人浪人みたいな感じで今なっちゃってるような子たちっていうのは、やっぱそのまま浪人生活入ってもまあかなり厳しいですよっていうなことですね。まあ、昨日言いたかったことはそういうようなことです。はい、ということで、ですね、まるまるが大事ということなんですけれども、まあ、現役生の時に合格しておくっていうことが大事ですよと。それがあれば、それをね、あの自分は山口大学を蹴ってきたんやと。ね、 だから何,何がなんでもね九州大学に合格しないといけないんだっていうふうな、もうそういう覚悟でね、えー、彼は浪人生活を送ってましたね、これはすごいわと思って見てましたね、全くこう真逆でした、うん、特にそんなにね、あのーまあ、現役の時に九州大学受からなかったぐらいですから、そんなにできる子じゃなかったんですけれども、まあ、それでもちゃんと1年浪人してね頑張っていきました。 逆にね、昨日紹介したその文系の子だったんですけれども、ま名、あ、前高校の文系でもトップの政党だったんですけど、ね。もうそんな感じで、もう本当にこう、ずっと震えていたわけですよね、浪人生活中は。もう、ブル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 震えてね。で、もう私の ところに毎日のように来てね、僕が合格することを納得いくまでちゃんと説明してくださいよみたいな感じでですね、なんじゃそりゃみたいな感じなんですけどね、はい、だからもうその自分の浪人生活納得できないんですよってうことですね、なんで納得できないかっていうと、全滅して浪人してるから納得がいかんわけですよ。だからどっかね、あの後期試験とかでいいですから、こうやって後期試験で山口屋受かるとかね、ついううに後期試験でいいですから、まあ、 大学を受けて、ね、どこの大学でもいいんですよ、どこの大学でもいいから、どっか受かっとけばねあの、そういうところを蹴っておけば、まあ自分なりにはね、現役の時に行こうと思えば、あの大学に行けたんだけれども、まあそこではちょっと自分は納得できないと。 いうことで、えー、なんとしても浪人生活、頑張るなっちいうなことに、ね、なりますから、まあ、そういうことは大事ですよっていうことで,ですね、まあ、今日はちょっとそれだけお伝えしておきたいと思います。はい、もうあと10分ぐらいでちょっと保護者があの <laughs> 来られるので、ちょっとそのあい今のうちにですね、ぱっと収録だけしておこうと思ってるんですけども、はい、ということで、まあ、気をつけなくちゃいけないのは、まあ、受けないだろうと思うんですけど、もう浪人を決定しているような子とかですね、 あの3月13日にスタディサポートとかやるじゃないですか、多分これ、真剣ベネッセかな、の模試とかで、えー、今度3年生になる子たちが受けたりすると思うんですけれども、こういうのを受けちゃうと、ねえー、偏差値50ぐらいの、 でえー、今度、浪人するような子たちが、偏差値70とか80とか、ぽンと出ちゃうわけですよね、スタディサポートを受けるのは、高校2年生に毛が生えた程度の、ねえー、新高校3年生ですから、まあ、今度の3月13日の、模試とかね、受ける予定にしてるような子たちなんか、俺れで舞い上がったりするんですよね、勘違いしちゃうわけですよ、なんか知らんけれども、偏差値50だったのに、偏差値80になっちゃったぞとかいうふうになって、ですねでそのまま浪人生活が悲惨なことになっていくというのがあります。 はい、で中高一貫の子たちね、今、うちに入会してきています。で、その中高一貫の子たちに聞いてみると、まもなくスーさんの勉強は終わるということで、もうですね、これ、スーさん終わんないんですよ。うん、だから私が高校3年生の時ね、数ーさんもめちゃくちゃ大変で,で、もう全然終わらないみたいな状況があってですね、で、もう結局学校の授業が数ーさん終わらなかったという、本当に悲惨な状況でした。だから私ははここれはまずいいなということで学校の 授業は、ね、もう無視してで、自分で教科書をだーっとやっていって、これでもう11月か、10月か11月か、早い段階でもう教科書を終わらせて、でえー、もう10月か11月ぐらいからチャートの通算の問題をどんどん解き始めました。はい、もう授業中ずっとそれやってました。内職してました、うんで。でもそんな学校のペースなんか合わせられるかみたいな感じ。 はい、ということで、明前高校とかだったら、今ちょっとどうか分かんないけど、だいスーさんのところをです、ねえー、夏休みの前ぐらいに終わらせて、もう夏休みぐらいから、数ーさんの自分で、ね、問題演習やんなさいみたいな、あの問題演習の方に入っていくとかいう形で、えー、早めに数ーさんを終わらせておかないと間に合わんのですよ。でも、この辺がねあが中高一貫校のやっぱり強いところ、中高一貫校じゃないと、やっぱり医学部って受からないよねっていうようなことをよく私は言ってると思いますけども、そういうのは中高一貫校の子たちっていうのが、 まあそういうふうにその高校2年生までにね、英語とか数学とか主要教科に関してはさっさと終わらせておくということをやってますから、そうなると、数学がも本当大変なので、もう高校2年生の間にね、数算終わってくれるのが非常にありがたいわけですよ。まあ、こういったところがあります。はい。ということでですね、えー、大体今日言いたかったことは、もう以上でございます。以上でございますけれども、まあ、残りですね、保護者が来るまであと8分ぐらいありますから、まあ、軽く。 あの雑談というわけじゃないですけれども、まあ、浪人したときにね、えー、どういう悲惨な状況がこれから待ち受けているかというようなことをちらっとあのさっきあの聞いた話とかで、ですね、えー、なかなかなるほどなというふうにも思ったんですけれども、まあ、例えば、まあ、これはあの直接の話じゃないですよ、例えばの話です。例えばなん けれども、まあ、今、ですねあのコロナの2年間こののコロナの2年間でもうどこの塾もどこの予備校も悲惨なことになっていますでもうその、どんどん解雇されているわけですね、はい、で超優秀な人たちとそれから大学生のアルバイトともうこれだけにもう固められているような感じでちょうど中間のまともな人材がですね、うん、ずば抜けてはいないんだけれどもまともな人材がごそっと抜けているような状況なんですよ。 例えば、その投資衛生まあ演説に限らずなんですけども、今時映像授業とかが多いじゃないですか。と皆さん、パソコンの前に座って映像授業を受けるようなことが多いと思うんですけれども、このパソコンの中にですね、コリが溜まっちゃってるわけですよ。コ、う、リ、ん、が溜まってですね、パソコンとかで授業を受けててもうまくこう、授業が受けれないというか、なんかこう、 殴、まあ、ってしまうというか、どう作がちょっとおかしくなるという,ふうなことがあったりするわけですね。うん、で、昔の,その、えー、優秀な人たちに、その優秀というかねその、今解雇されてしまっているような塾や予備校の職員たちというのは、そういうふうなパソコンとかの、ね、映像授業用に中の掃除とかをちゃんとやってたわけですよ。 ところがその、そういう人たちが全部解雇されちゃってるもんですから、そうすると一番偉いような人たちと、ねえー、大学生のアルバイトと、やらないわけですよ、そういったところは。で、これはおかしいから、パソコンのね、えー、そのパソコンのこれはおかしいですよみたいな感じで言ったりしてもですね、なんか部品交換とかそういうようなことをやるだけっていうのはですね部品交換とかそういうのをや,やるだけでは、パソコンの中にあるほこりとかがたまった状態のまんまなんですよ。だから超優秀な人たちっていうのは、そんなね、わざわざ、 ねえー、そういうクビにされていったようなその超優秀どころに入れない人たちがね、えー、そのなんていうかな、あのー、非常にこう、あのーまあ、やってくれていたようなことがやれないんですよ。うん、だから昨日ちょっとお話ししたかな、あのー浪人えーと、私が九州初めての投資 SBIGO をやったときに、その 代々木ゼミナールの東京校で教えてるね、まあ、まさしくその東身の先生方と張り合えるようなそういう人材ですよ。そういう人が、入ってあの、まあ、私の上司としてね、いたんだけれども、すぐ辞めちゃったんだけれども、なんかっちゅうと、そういうのはすごい英語の授業とかできるんだけれども、領収書の切り方一つも仕切らんわけですよ。だそういうようなことができないんですよね。超優秀な人たちっていうのはそういう人たちです。うん、もうそ,のそういうい人間ばっっかりが残って で、首、えー、にして代わりに大学生を入れて適当にね、そこら辺はごまかしておくというようなことでやってたんだけれどもやっぱそういうところがだん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 今出てきてるみたいで言うてるんだけれども、ね、そういう塾とか予備校でそのパソコンの調子がおかしいですよとかいうことを言うてるんだけれども部品の交換しかやってくれないと中の掃除をやってくれればいいのにっていうようなことです、ね、そこが理解できるような人がいないということでちょうど中間層が全部ごっそり抜けてしまっているような状態でね。 まあ繰り返し言ってますけども、まあ、塾や予備校で働いているような人たちというのは、まあ、20代で就職して30歳になるまでにクビになるというようなことですね、まあ、そういうのがあるんですけれども、それにしてもちょっとコロナのこの間ね、えー、塾や予備校、本当に悲惨なことになってましたので、まあ、大量にそ,のそこら辺のの、ね、優秀な人材が、まあ、優秀な人材というかです、ね、塾や予備校側から見ると優秀じゃないんですよ。 塾や予備校からすると、そういうふうなね、あの領収書の切り方も知らないような人たちが優秀であって、それ以外は優秀じゃないということで、首を切っちゃうわけですよね。で、大学生のアルバイトでいいやみたいな風にしちゃってるんだけれども、それがいかにもね、っちなことですね。まあ、そういったのがちょっと先ほど出ていましたので、なるほどな、っちなことですね。うんまあ、あの今年、東大を受けた生徒とも、ズームで、 まあ、昨日だったかな、話をしてたんですけどね、もう早稲田には受かりましたということで、早稲田の理系は受かっているとで、東大の理系の合格発表を今待っているところっなことですね昨日言ってましたけれども、えー、彼なんかはですね、科学、共通テストの科学がやっぱちょっと難しかったなと、物理はそんなことなかったけど、共通テストの物理と違って、科学がちょっとね、あの難しかったなみたいなことを言ってましたけどですね、うんまあ、あのいろいろそうやってです、ね、情報入ってくるんですよ、私のところには、<laughs> そういううなのがですね。 はいまあ、東京大学を受けた生徒の1人や2人とは話をしておかんといかんですから、今年うちの生徒から九州大学を受けている子はいないんですよ、うん。1人もいません。9大受験生がいないんです、今年の久留米実習室なんですね。もう大概、今年の久留米実習室の3年生は私立組でした。私立ばっかり受けています。国立はどうなんだろう施設を受けた生徒くらいかなあ不設の生徒くらいかな国立受けたのは。あと受けてないような気がしますね。はい というふうなところでですね。えー、まあいろいろですねあの。大幅なスキルダウンが今起きてるんですよ。まあこれ別に塾は予備校だけじゃないです。もうあの 飲食店なんかに行ってね、ラーメン屋さんとかそういうところに行ったりすると、いつまでたってもですね前前に入、前に座っていたお客さんの置いていったその丼とかそういうのが置きっぱなしなんですよ。ちょっと片付けてよって言ってから私なんか店員さんにね、これちょっと片付けてってな感じで言ったりするわけですけどね。で、あと、なんだろうな、私なんかうどんとかああいうのが好きなので、えー、うどんとか頼んだりするときに、そのうどんの上にね、あの卵を。 温泉卵かなんか,かなああいったのを乗っけるんですけれども、それでね、あの卵もお願いしますみたいな感じで頼んでると、前まではその、なんちゅうかな、半熟卵みたいな感じの状態で、小皿に入れて持ってきてたんですけれども、もう今、ぐちゃぐちゃに潰れてね、潰れたやつを持ってきてたりして、これ、どうやってうどんの上に落とせっちゅうんだみたいな感じでね、もう中で、小皿の中でもつれてしまって、 ぐちゃぐちゃになってるわけで,です、ね、もう本当にそのコロナのこの2年間ぐらいで、ですねもう本当にどこの職場もスキルダウンしちゃってるんですよね。だからもう本当に悲惨だなというのが今感じてます。はい、そういうあなるほどなと塾や呼び校にってもねあの、ちょっとこれは良くないんだなというです、ねまあ、話を聞いていると、まあ、そういったところをちょっと今感じてますね。うんはい ということで、えー、そろそろちょっと保護者の方も来られると思いますので、今日はこの辺くらいにしておきたいと思います。はい。ということで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。聞いた方はチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、おたやしど、電話番号などありますので、よろしくお願いします。まあ、そんな感じで、もう次から次へとね、あの入会希望とかの方々来られてますので、えー、<laughs> 急いだ方がいいと思います。くるみ実習室はね。はい。ということで、えー、以上です。